はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日6月9日金曜日ですね。よろしくお願いします。アトミックショップユーティリティ無料分いただいていきましょう。無料のランチボックスということで、あとね、今時間がね2分ぐらいなのかな。あ、いやいや、ちょうど0分ですね。はい、ね、ログインして早々に変異イベントが発生してると思うんで、その変異イベントに参加していきましょう。一応ね、毎日のことですけど、運動は終わっております。睡眠はしてないけどね。なんで、ポキに入って、パーティーに参加して、変異イベントに、お、スコーチ。いや、これは、あれだ？ディファイアンストリデだっけ？今のうちとか。入って、ポキ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 。ポキポキ待って。その前にちょっと分解ね、溜めてたから分解して、はい、ガラスを含むジャンク、達成ですね。はい。でした。はい、ポキに入れていって、まあ、本日の出入り確認していきましょう。はい。そんな感じで、今日の出入りは、発光するクリーチャーを倒す、イベントを完了する出入りを普通、モーロマイナーを倒す、ロボットを破壊する、菌類、植物で、料理を作る。ねえ、なるほどね。彼の羽の下にはいない。私が協力しよう。そんな感じです。ま、こんな感じですね。ディリオプスあと3回と、シープスカッチ1回と、あのね、アーマー武器、パワーアーマーを修理するということでね、入手したアーマーと武器はね、修理していきましょう。よっこいしょと。よし、じゃあまず、これいきましょう。スイフトフットということでね。結構ね、人数いても、音波の真ん中の位置のね、やつは結構破壊されることもあるよね。めっちゃあくび出るわ。まあ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 、やっていきましょう。まあ、このクエストもちょろい感じだから、終わるまでちょっとカットしていきたいと思います。あとさ、報酬、まあ、後でやるか。とりあえず終わってからね、開けていきたいと思います。はい、終わりました。と、同時にスコーチビーストが、現れた感じだけどね。はい。変異パーティーパック入手したんで、まあ、どっか行っちゃったから、ぬかコーラ、オンツワンとこに飛んで、開けましょう。まあ、その間、見れるんだったら、殺しますか？うん。来ないね。まあ、変異パーティーパック開けていきましょう。一応さ、前回パート入手してたんだけど、ね、開けるの忘れて、ま、2個同時に開けていきたいと思いますけどね。まあ、まあ、今回もね、めちゃくちゃ酔っ払っておりますけどね。ハイボール4杯飲んで、まだなんかちょっと、喉乾いててちょっと作りに行こうかなと思ってる感じなんだけどね。はい。世界中の迷宮2、スイッチ版、HD リマスター版はね、就寝直前に遊ぶ感じですね。はい。まあ、そんな感じで、変異パーティーパックを開けていきましょうか。はい。2個入手してるからね。はい。1個目。2個目。さて、レジェンダリーは何かな？貴族のレーダーパワーアーマー。はい。もう1個。わ、サプレッサースーパースイッチ。まあ、納品していくのと、
入れちゃって、弾も入れちゃって、よし、じゃあ、チェックしていきましょう。モールマイナー。うん、モールマイナー、ね、イベントちゃんと発生してればよかったんだけど、そうね。前回パートもロボット行ったからね。発光するクリーチャー。行きますか、いつもの場所。フレディ・フィア、恐怖の家ということでね、ここに、発光するグール。か、ウィンニゴいるからね。あと残りは、グールだし。まあ、発光してるのいけるだろ？よし、行きましょう。あ、ウェンディゴだね。はい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 。発光するクリーチャー、ウェンディゴということで倒せました。他の誰よりも多くを持ち、持っているものを溜め込んでいるものは、来てるね、来てるね、来てるね。もう一個、光ってるやつ？あれ？ OK。はい。じゃあ、まあ、全部取っていきましょう。はーい。まあ、前回パート以降ね、バルグとかいっぱい買ったんだけど、まだまだね、2万ちょっとあるね、お金がね。はい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 。じゃあ次行きましょう。はい。そうね、野生の植物と菌類を料理するということでね、最近ちょっと、取ることがなかった、うん。森のマーク、ついでにマックのとこで、クエスト1個終わらせちゃいましょうか。まあ、やっていきましょう。はい。じゃあ、武器をちょっと持ち替えて。よし、こう。一体倒した。わわわわ、いっぱい音するぞ。はい、まだ2体いる。こっち？いや、こっちじゃん。選択してなかったか。オッケー、行きましょう。はい、達成。お見事。問題だった不法占拠者の排除をセンサーが検知しました。まあ、で、森んとこでクランベリーレディッシュ作るためにクランベリー何個かと、あと、こういうとこって、キノコもあるから、キノコの方も回収していきましょう。あと、ここ、右向いたここに、ランダムで、スパミューだとかね、ロボットだとかね、湧くんだけど、今回は、入植者だって。入植者なら別に戦うこともないから、獲得していきましょう。発酵キノコ？クランベリー、クランベリー、クランベリーに発酵キノコ。オッケー。オッケー。よし。なんだ？飛べんかった。まあ、自宅に帰って調理したいと思います。はい。じゃあ戻ってきたんで調理しましょう。菌類系のやつを達成すればいいんだけど、まあ、とりあえずクランベリー作って、これだよね。よし、達成。まあ、残りは売り用にね、作っときましょうか。OK。なんか気づいたらさ、パーティー追い出されたみたいな感じで、なんか一人になっちゃってんだけど。よし、じゃあ次行きましょう。
デイリーオプス、ロボットを解体する、破壊する。デイリーオプス何でしょう？エイリアンか。缶コーヒーと、自宅で作るやつで、ステージの食料を達成することになるからね。いい感じ。よし。じゃあ、ロボットでも倒しに行く？いつもさ、ロボコンのとこ行くんだけど、農業センターのとこで行きますか。あと、オプスの方ね。エイリアン。エイリアン、ね、大型小型、あと、メカもいるから、そこでも、ね、ロボット破壊達成できるんだろうけど、ま、農業し、センターの周辺で、お、ちょうどいい発生したね。ま、これで達成できんじゃん。おいおいおい。2体爆破する、怖い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 。3体4体、あと6体、5体、6体、まあ、対象を殺しに行きますか。OK。中にもめちゃくちゃいるからね。管理者あと2人倒さないといかん感じ。よし。こちらは自動メッセージ。フォレストウォッチが全管理者の排除を確認。はいはい。よくやったわ。じゃあ中のパラメータ変更して。エージーセンターのメインフレームへ。バームハンドのターゲットパラメータを。目の前にいるぞ。それで安全が確保。気をつけて。グールもいるからな。OK、 お疲れさんでした。イベントを完了する。一応これもイベントを攻略したことになるからね。ポーションのままだけど、ま、とりあえず外出ますか。外出る間にあとのデイリーオプスとモールマイナーですね。じゃあモールマイナーでも行きますか。まあ駅の方飛んで、まあね、そうなんだよね。一応こういうさ、ウィークリーデイリー対象の敵に関しては皆さん結構買ってるからね、いないかもしれない。まあ、オプスの発生待ちながら、討伐していきますか。10体ちょろそうって思うんだけど、結構狩られてるからリスポーンしてる分しか狩れないからね。案外ね、達成できなくて、サーバー入れ替えとかね、切り替えして、達成する感じなんだけど、まあ、とりあえず屋上にいる軍団、どうかな？あ、いるね。OK。OK。大量大量。
案外かられていねえ感じ。おお、周りで。この発生したクエストも結構寄ってくるよね。AP ねえわ。あと3体。あと2体。マイナーじゃねえんだけど。OK。いますね。あーい、達成？あ、違うな。別のイベントだぞ。はい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 。手荷物いっぱいになっちゃった。鍵も入手した。どこどこどこ。はい。あとさ、そろそろさ、スコアボードある程度入手した方がいいんだよね。まあ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 、まあ荷物整理していきましょう。はい、そんな感じで荷物整理と同時にデイリーオプスの方をね、作成してみました。はい、よーし、じゃあよろしくお願いします。まあ、二人でいけるっしょ。はい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 、ちょっとやっちゃってやっちゃって。オーケー。ブーストブーストブースト。オーケー。やってみましょう。オーケー。なんか人来ねえな。ゲーム。おい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 。はい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 。なんか二人だからちょっと進行が遅いんですけど、まあ8分以内に攻略できればいいっていうのもあるし。これでロボット1個。はい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 。まあ何もやらなくても棒立ちしてるだけでいいんだけどね。
まあ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 、経験値稼ぐ。楽しいし。デリオプス終了だからな。向かいましょう。結局誰も来てくれねえんだ。一人しか。はーい。コーヒー飲もう。はい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 。やっぱ2人だとちょっと厳しいね。結構きついっすよ。一番になってるし。オッケー。弾は大量だけどね。おっ、危ない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 。ちょっと、え、お腹減ってんの。結構弾使ったな。バッチやってるとちょっと余裕ねえぞ。回復がすごいよな。オーケーオーケー。向かっていきましょう。なかなか人来てくれんぞ。はい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 、やってみましょう。大量すぎるだろう。多すぎだろう。こいつかこいつ。逃げんなよ。はい、お疲れさんでした。一応さ、8分以内に終わっただろ。はい、お疲れさんでした。帰りましょう。いやー、7分10秒かかったぞ。大変でした。はい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 。しょぼいぞ。はい。まあ、そんな感じで戻りました。まあ、これで、本日のデイリーはね、すべて終了ということで。だよね。うん、あとウィークリーだな。
ウィークリーのさ、武器修理、その辺が、まあ、今回ね、しっかりと、エンクレーブ結構一発使ったから、まあちょっと修理しますか。これ入れて、クラフトで修理しましょう。あと5。ボタン、間違い気味みたいな。あと4。あと4だから、どうだ？アーマー。アーマー修理で終わらすか。よし。はい。そんな感じで。あとは、そうだな。まあ、デイリーは終わったから、あとはシーフスカッチ、デイリーオプス、残りあと2日ね。生前の食料を集める。3ということなんで、多分きっと、自宅に帰れば、多分、まあ、スクラップはしないでおいて、コーヒーと、あ、ポップコーン、一個ずつ湧いてるでしょう。多分ね。それとって、今回は終わりにしましょう。で、明日、その生前の食料を達成できるし、あとシープスカッチ。とデイリーね。その辺ちょっとやっていかないかんな。よし。いかがでしょう。はい。ポップコーン2。オッケー。缶コーヒー、これ達成。はい。ウィークリーの方もこれで終わりましたね。あと、この2つだな。3つだな。まあ、イベントをコツコツやっていくとして、はい、今回パートはこんなところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。